はい、こんにちは、キノです。デブキャンです。俺たちミッドナイト坊主です。今回はモーニング娘。トゥトゥチュチュチュ僕らの未来鑑賞会さあ、はい、モーニング娘。の新曲のミュージックビデオが出ました、はい、サムネが激キャワですよ、ね、この激キャワの女の子が斜め上を向いてるこの最高のミュージックビデオ、うん、ちょっと一緒に鑑賞していってリアクションをねしていきたいなと思っております、はい、それでは It's Tasting Time。 それではモーニング娘。トゥトゥチュチュチュ僕らの未来プロモーションエディット聞いていきたいと思います。それでは鑑賞開始。お、あ、そうそうそう、音楽会に聞いたことあるから。おー、なるほど。ココランド体みたい。いいなぁ、オレンジだ。オレンジ、オレンジと白なんで。白とオレンジだ。そう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 、ありがとうございます。かっこいいマリア。そうね、この確かに曲の世界観はこんな感じだ。確かにそんなノリノリではない。でもクエノトみたいな好きよ。わ、すごい。うわ、すげえ、すげえ、かっこいいね、モレツさんって。かっこいい。音ハメね、びっくりした。あー、なんか編集の画面みたいな。ダサいかどうかなんか確かに分かりそうな。あ、そう、なるほど。フル CG なんだな。なるほど。面白いだってのかな。よく見るよ、この画面。グーネ。いやー、モーニング娘だな。ブロンズ、ブロンズ。いや、もう、数字が浮いてるわ。まあ、これ、ほんま、ちょっと今スローだったね。かわいい、あー、かわいい。え、このホマいいわ。これシャツめっちゃ似合ってるわ。いやー、このね、音とね、画面合わせるの大変ですからね。いやー。メンバーがちっちゃく映って奥の背景でさ、後ろで何かがガチャガチャしてるの。確かに、46億年ラブと一緒だけどね。ハロープロジェクトだな。引きがね。いや、この数字は何なの？かっこいい。いやー、俺さ、かっこいいんだけど。いいね。いいけど。普通にいいわ。だみんな映りいい。加賀さんめっちゃ映ってる。メイちゃん、この髪型なんだ。この。小田さんの髪色もいいね。ポニーテル。うわー、笑ってたね、今俺さ。ちょっと見逃したわ。あと見よう。あ、いい。こんなカット少なくていいのかな。絶対ここの編集とかやっぱその、クリップがしと、お、ワッツ？ワッツ？ワッツって言ったな。ワッツって言った。うわ、かわいい。てか、でかこんなこと飛んでた。あ、レイヤーでね、飛ばしたりとかね。なるほどね。うわ。だんだん。なんか、めいちゃん、くのいちみたいじゃない？髪型がね。忍たま乱太郎があるね。ここ横縁なんだよ。横縁さん、ね、似合うよね、ここ。いいんだよ、こう。うわ、いい、いい。これね、あの、生の方がね、まず、いや、かがまりや。クソかっこいい。かがまりや、かっこいい。やべえ。うわ、入るな。あ、いいよ。出た、出た。おん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 。おんぱん、おんぱん。おんぱんって何？パンだ。あ。3ね、ごめん。いや、よくや、今、美獣いい。これ数字は何なんだろう。あ、あ。うわ、森さん線が多いね。うわ、かっこいい。キメキメじゃん。ありがとうございます。あざす。ボンボン。あ、あ。ボンボン。あ、うわ。小田さん、毛先色ついてる時撮ったんだね、これ。いや、かっこいい。ダンスかっこいい。ちょっと、ま、普通にやればった。画質がね。Wi-Fi の問題で。やばいやばい。いや、世界観はものすごいな。わあ。今のムーがいいわ。森さん、笑ってよ。もっと笑おうよ。データで。ドラマみたい。おー、おー、気持ちいい。笑って可愛いね、笑うと。なんか、ニコじゃないな。ニヤ。うわー、時計になってる。10分後の未来の話。可愛いね、ここ。あ、あ、ウォウォウ。あ、あ、ウォウォウ。音なくなるのやっぱいいな。うん。この編集はどうにかならんかな。でも、生田さん、美獣いい。
これなんかやだね、怖い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 、これなんだろうな、なんゾクゾク、本当なら可愛いのに、なんだろう、ゾクゾクした、人の顔がな増殖してく、あーかっこいい、かっこいいよ、終わりました。5月8日リリースなのか。さあ、ということで、あと1ヶ月を切ったし、1ヶ月後だ、本当だ。いやー、モーニング娘。感というか、非常に編集がモーニング娘。だったなって感じだな。ハロープロジェクトって感じだったな。そのメンバー全員が踊ってて、それが引きになって、後ろの背景が立体的な空間になってみたいな。46億年ラブとか、ココランド体とかみたいな。ココランド体は非常に近いと思う。まあ、あれも多分グリーンバックで撮ったんだろうなってやつだもんな。そう、だからメンバーもこう、どんな感じになるんだろうって思いながら撮ったんじゃない？メンバーのリアクション見たいわ。どんな感じ、このかっこいい曲どんな感じなのか、自分たちの顔がどんどん増殖してくるんで。ちょっとでも先輩たちがさ、ちゃんと見てたらさ、後輩たちもスッと見るだろうからさ、こう笑いこらえてるのかもしれない。誰が笑っちゃうとこあると思うよ。あるよ、本当は笑うとこじゃないのに。曲はね、なんだろうな。なんか未来を歌う曲とかな、こう宇宙っぽい曲、なんか強いですから、全体的に。メッセージ性がね。曲自体はね、なんか笛の音もいいし、ひなフェスで聴いた以来だったけど、確かに。横山さんがいいね。あー、俺もそうだね。2番のとことかは。でも、もう一曲の方もね、結構横山がね、なんかあっくるなって思ったんだよね。ちょっとセンチな横山さんが似合ってて、大人生の方はと思って、ニコニコの横山さんが似合ってる。そう。大人生でさ、なんかこれ聞いたことあるなと思ったらさ、モーニング娘。大恋愛とかも歌ってるじゃん。そう、だから、なるほどな、みたいな。そのなんか、ただの人生じゃないみたいな。その大人生作ることで、言葉としての印象とかね、存在感がやっぱ違います、ね。五感もいいしな。うん。いや、やっぱ森戸さんですよ、これは。森戸さん。いや、まあ森戸さんですね。センターに。そりゃそうですよ。歌割りもあるし。あと、その、かっこいいところからちょっとニヤッとした可愛さもある。ですね。可愛かったな。可愛いね。エキスさん、ブロンズ、似合うね。うん、ブロンズっていうのかな、これ。もう、真っ金、なんだろう。真っ金金みたいな。白寄りの金色みたいな。そうな。どうやってこれこんな色になるんだろうね。こんなこう、黒でやらせてもらってますから。一応、白髪染めはしてるんですけど、私。若白がお金持ちですから。そう、多いんですよ、僕。左側にものすごい、若白がお金持ちですからね。うん、そうですよ。ということで今回、モーニング娘。のチュチュチュ僕らの未来を見てきましたが、編集画面の映像とか、ちょっと僕の使ってる編集ソフト、アプリソフトとはちょっと違うので、あれだったけども、ちょっと見る光景というか、はい、音と映像が分かれてて、ね、なんか人をクリップするあれを動かしたりとかしてね。なんかそれが未来感を表してるんじゃない？最近から未来感というか。どんどんこういう近年だけどな、これは未来なんかわかんない、またこれから先にバーチャルテクノロジーが広がっていくかもしれない。私今未来感があるというか未来感のあるミュージックビデオだったんじゃないかなと、ね、はい、面白かったですね。次の大人生の方はもうちょっとなったろう、大人生さんなんか泣いちゃうかもしれない、明るくてね、うん、そう優しい感じ、結構若いんだしみたいな感じのエモい感じだったりするのか、もしくはあとは石田さんのニコってスマイルに期待してますもん。確かに見られたらいいですね、はい、それでじゃあ次のミュージックビデオが出るまで待機しましょう。それでは言います。バイチュー。